1970年7月19日公開の東映漫画祭り内で上映された東映動画制作の劇場用アニメ映画である。ワイド富士カラー。60分。優秀映画鑑賞会推薦作品。キャッチコピーはブクブクブクンとアブクの中から出てきた。出ました。海の怪物、魚の大群、陸の暴れん坊。 誰も知らない海の底で大戦争が始まった。さあ大変。火炎竜、モグラの潜水艦、シャボン玉の戦車、海の大物、ウナギの弾丸など、楽しさいっぱい。サイボーグ零零九、サイボーグ零零九怪獣戦争、空飛ぶ幽霊船に続いて企画された、石の森翔太郎原作の長編アニメ。それまでの三作が完全な原作物であったのに対し、 本作は石の森がこの映画のために書き下ろしたオリジナル作品である。70年代を迎え宇宙ブーム、海底開発、海洋ブームの兆しを見込んで企画した海洋冒険作品、海底魔女王を源流に石の森の発想を加味して SF 色を強めた。タイトルがジュールベルヌの海底2万マイルに酷似しているが同作品との関連性は特にない。 本作の公開後、石の森は、翌1971年から放送の、仮面ライダーの成功によって、特撮ドラマに携わることが多くなり、1980年12月20日公開の、サイボーグ零零級超銀河伝説まで、10年以上に、渡って、石の森原作の劇場用新作アニメが制作、公開されなかった。企画担当が、横山賢治、演出担当が、 タミヤ・タと本作はテレビアニメに携わっている人物を起用していた。また、作画班を4グループに分け、それぞれに主人公、仇役、魚類、怪獣の作画をさせる分業制を採用していた。作画監督としてクレジットされている奥田貞宏は各作画班の主任である奥山玲子、北正夢、菊池貞夫。 金山道博それぞれの名前から一文字ずつを取って組み合わせたものである。音楽は当時巨人の星とアタックナンバーワンに携わっていた渡辺武雄が担当。渡辺の投影動画作品への参加はこれが初であった。本作は更新曲や単語のほか1973年から放送のキューティーハニーなどで使われるスキャットも取り入れている。 激友もの多くは魔法のマコちゃんに聞くことができる。とある火山島に所在する海洋研究所、その所長にして海洋研究者を父に助手を母に持つ少年イサムは今日もペットのチーターと共に海底探索をした後火山見物に出かける。そこでイサムは真っ赤なレオタード状の衣装を着た美少女と知り合う。ところがその時地震と共に火口から 怪獣ロボットが現れた。火炎竜。とつぶやく少女。やがてその火炎竜はあちこちを攻撃する。だがそこへ、少女が呼び出した、シースルー号というメカに助けられる。中から出てきたのは、長身の男性と小太りの男性。二人は、少女の護衛役で、長身男は、オクトパス、小太り男は、ダトルと言った。そして、美少女は、海底にあるという。 海底王国アトラスの王女、エンジェルであったのだ。イサムとチーターはシースルー号でアトラスに招待され、そこで楽しい一時を過ごした。その頃、海底王はオクトパスとタトルから火炎竜のことを聞きろうなす。そして、イサムたちを呼ぶと火炎竜のことを話した。もともとアトラス人は地上に住んでいたが、やがて国王マグマ一世が、 地上侵略を企んで火炎竜を引き出したが、暴走して、国は壊滅。マグマ一世一派は地底に、その他は海底に住むようになったのである。そして、イサムが見た、火炎竜とは、マグマ一派の末裔、マグマ七世がロボットとして建造したものであったのだ。やがて火炎竜を追った、イサムたちは、地帝国にたどり着くが、捕らえられて牢獄に閉じ込められる。 だが何とか脱獄できた、イサムたちは、マグマ7世が、火炎竜を操るコントロールセンターへたどり着いた。その頃地帝国は、火炎竜軍団で、海帝国を攻撃。海帝国軍はこれを迎撃するも、大苦戦していた。イサムは警備隊が戦闘に出払ったのを機会に、マグマ7世を得意のサッカー攻撃で倒し、コントロールセンターのボタンを押す。すると、 火炎竜軍団は地帝国に引き返し自国を攻撃し始めた。そして同志打ちの末、地帝国は火炎竜と共に壊滅した。海底に平和が戻ったのだ。戦いが終わり、イサムとチーターはシースルー号で地上へと帰っていった。その頃地上では世界中の火山が大噴火を始めた。だが、それが海底での大戦争や、 地帝国の壊滅によって起きたのを知るよしもなかった。参考、キネマ順法より、太古の昔地上に住みながら、火炎流の暴走によって壊滅した、先住民族の平和衆議者たちが、海底に逃れ、建造した国家。長期の海底生活によって、海底でも自由に呼吸ができ、さらに深海の高水圧にも耐えられる肉体に、進化した。 上映当時公開されたイメージ映像によるとアトラスはとある海底にドーム上の司令部、工場、植物園、動物園が並べて置かれている。地上に住んでいた先住民族のうちマグマ一世の一派が地底に逃れて建造した国家。マグマ一派により平和主義者のいない完全な軍事国家となっている。科学力も地上人は愚か。 アトラスよりも勝っている。戦術のイメージ映像によると、国はアトラスの目と鼻の先の海底火山の地下に存在し、司令部が唯一存在する。他に海底火山のマグマを集め、国家のエネルギーにしている。すべて前述のイメージ映像による。火炎流の一体が現れたベッスビオ火山火炎流の一体が、現れたウェイストミンスター宮殿とテムズ川火炎流の一体が、 現れた、自由の女神像化演流の一体が現れた日本、万国博覧会の会場 CD2 枚組。ディスク1には、本編使用音源、ディスク2には、密使用音源が収録されている。本作の上映に合わせ、少年大砲14号から16号に、原作者の石森自身、及び当時石森プロに所属していた、遠藤森夫と北川健による、 コミカライズ作品が掲載された。地上派では、1971年10月16日と10月23日に、TBS の秋の漫画祭り枠で2週に分けて放送された。その後もテレビ、東京などで放送された。BS や CS でも放送されることがあり、2003年11月には、東映チャンネル、完全復刻。 東映漫画祭りの作品第一弾として他の同時上映作と共に放送された。2013年8月11日にワウワウプライムで放送された東映漫画祭り8時間スペシャルにおいても他の同時上映作と共に放送された。劇場公開後本作を収録したレーザーディスクと DVD が発売された。2012年9月21日には 他の同時上映作も収録した DVD 復刻東映漫画祭り1970年春が発売された。いずれも東映ビデオから発売。本プログラムが行われた当時はスポコンブームの絶頂期でタイガーマスクや柔道一直線は元より秘密のアッコちゃんでもアッコがバレーボールで活躍し、 本作でもイサムがマグマ7世をオーバーヘッドキックで打ち倒すなど、猛烈アタロー以外の作品はすべてスポーツと関係していた。なお、猛烈アタローのみがモノクロ作品で、東映漫画、祭りでモノクロ作品が上映されたのは、今回が事実上最後となっている。ありがとうございます。